まさに自分と青森が交差する瞬間、本当思い返せばですよ、本当やられたなと思うんですけど。どうも皆さん、こんにちは。こんにちはだってるのかな。前回は映像でございます。この度ですね、東日報さんで、コラムでいいのかな、はい、ちょっと連載をさせていただけるということでございまして、ありがとうございます。で、今この動画を見ている皆さんもきっと東日報から、来たはずですよね。いつでも二次元コードが見れると、いうことでございますけれども、ちょっとこの動画ではですね、新聞ではなかなかね、まあ、文字制限っていうか字数制限かもあると思いますので、ちょっとこぼれたお話とかでもね、ここでちょっとおしゃべりできたら限定で、いいのかなという、ちょっとね、新たな試み、はい、新聞と YouTube を連動させながら展開していきたいなというふうに思っておりますので、皆さんご覧ください。二次元コードも東日報さん、私のこの記事が上がった時にしか出ないということですから、お願いいたします。タイトルはですね、紙面をご覧の通り、戦火映像の青森人生と書いて青森ロードとさせていただきました。まあ、タイトルをねちょっと考えましょうかって言われた時に、実際どうしようかなとかって、まあ僕はあんまりそんなこだわりはないんですけど、でもなんかこだわりないくせに なんかベタは嫌だなみたいな。もう青森も長いですからね、もう言ったら2011年から来てるから、12年ですかね、経ちましたから、まあ青森人生、本当に大人としてしっかり社会人としてはやっぱり青森県でこの芽生えましたので、青森の出来事の方が印象的なことが多いし、記憶に残ってることもたくさんあるので、はい、ちょっとなかなかお伝えできなかったこともですね、この東日報さんの紙面でいろいろとお話できたらいいと思います。あとこちらの動画でね、青森での人生の方が濃いような気がしたので、そういうタイトルにしました。はい、まあ、なぜ青森に来たかっていうと、まあ、小三郎さん、あ、ちょっとダメか、名前ちょっと NG にして大丈夫ですかね。2011年の5月にですね、僕吉本興業にいたんですけども、吉本興業で住みますプロジェクトというプロジェクトが始まりまして、これどういうプロジェクトかと言いますと、芸人と、吉本の社員をですね、その地域に住んでもらって、その地域を笑いで盛り上げようという、プロジェクトなんですけども、そこでですね、まあ、もともと相方だった、相方が青森出身だったっていうことで、ちょっと行きましょうかと。っていうのも、これ他の人たち大体自薦なんですよ。はい、自分で行かしてくださいっていう、なんかまあそれこそもう生活、東京での生活に、ちょっと芸人生活にちょっと、どうしようかな、やめようかなとか思ってる人たちが、あ、もう一回ちょっと地元でチャンスがあるんであれば、すいません芸人やりたいですみたいな形が多かったんですけど、なぜか我々は今ね、本当思い返せばですよ、本当にやられたなって思うんですけど、この住みますプロジェクトの話の前にですね、弘前で、弘前の市民会館だったかな、あそこでですね、お笑い祭りっていう、まあ、イベントがあって、まあ、そこにはもういろんな人気者の芸人さん、吉本のね人たちが、出演する中ですね、ちょっと我々も急遽入れてもらいまして、やったなんて言いながら、で出させてもらって、で、ね、覚えてるか出るかな、まあ、まずまず手応えもありながらね帰ったわけですよ。でその1ヶ月後ぐらいに、ちょっとこの「すみます芸人」っていうのをね、ちょっと吉本興業の本社に呼ばれまして、でね、ちっちゃい部屋に通されて1年間だけ行ってくれと。だからもう1年だけでいいから、今日はもう行きますって言うまで返さないよなんてね言われて、本当にユニークな会社ですよ。いや、いきなり行ってくれって言われたって、俺に関してはもう縁もゆかりもないし、なんだったら1ヶ月前ぐらいにそこのライブで行かしてもらったぐらいで、もちろん印象めちゃくちゃ良かったですけど、住むってね、
なかなかそんな即決できないじゃないですか。だから一応前向きには検討させてもらいますって言いましたけど、正直ね、東京での、まあ、芸人生活もですね、まあ、あんまりこう、調子が良くない、4年目、5年目だったのかな。なので、個人的には、まあ、芸人どうしようかな、やめようかなとは思ってないんですけど、で今後どうしよう、ちょっとギアを本当2つも3つも上げていかなきゃいけないなっていう時に、このお話があったので、まあ、相方ともお話ししましたけど、本当つなぎのね、つもりで、まあ、締めでも書きましたけど、芸人の続けていくためのつなぎとして、まあ、1年だけ、じゃあ行きましょうかと、いうことになって、結果、12年ということですよ。まあでもそのおかげで本当にね、僕自身、ね、芸人戦海蔵もそうですけど、ね、戦海蔵というね、人間にとっても本当にありがたかったなっていうふうには今も思ってますけどね。まああれなかったら芸人も辞めてるでしょうし、ろくな大人にはなってないと思います。本当に。もう青森の皆さんにですね、まあまだまだ立派とは言えませんが、はい、なんとか大人としてはまあまあいいでしょうというぐらいの形になったと思いますので、本当に感謝しております。ありがとうございます。あ、そうそうね、あの5月に段ボール4つだけで渋々引っ越しっていうね、これもね、じゃああんまり悪口になったらあんまり良くないな動画になっちゃうんですけど、いろいろね、やっぱこううまいですよ、やっぱ吉本はね、あの芸人をこう掘り立たせるというかね、こううまい汁をこう出すのがなんかこう得意でね、やっぱ引っ越しする時もね、あの引っ越しで出しますからなんてね言われましたけども、蓋開けたら引っ越しでも出ず、段ボール4つですよ。でも1年だけっていう約束だから、まあ、買うお金もなかったんでね、最初の初任給なんか青森来て1ヶ月目なんか確か5000円だったかな、確か5000円ですよ。俺家賃4万円だったんですけど、これはびっくりしましたよ。本当に本当はねもう嫌だったんですよ。もう本当すぐ帰りたくて、青森の冬もすごい想像以上でしたからね。飲み屋街の近くに住んでたんですけど、ある冬の日、道路の脇に積んである山にちょっと乗っかってしまって、もう初めての経験で大パニックで、いやどうしようこれ、アクセル踏んでも進まないし、バックギア入れてもバックできないし、もう動かない状態でどうしようかなと思ったら、道路脇にタクシーが来て1台止まりまして、もう何も言わずにですね、そのタクシーの運転手さんがスコップとね、スコップとなんか取り出して、もう何も言わずにザッ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 って言われて助けてくれたんですよ。うわ、めちゃくちゃ優しいなと思って、本当に感動していたところ、ちょっと僕も車のことでもうパニックになってますから、見渡したらですね、夜のお店のそれこそ綺麗なお姉さんたちがですね、私がちょっと起こしたちょっとした事件にみんな出てきてくれてまして、私もう早く車を動かした方がいいよとか言われたから、ありがとうございますとか言って、そこから脱出し、ちょっと離れたところに手ね、ハザードつけて止めて、俺行ったらもうそのお姉さんたちと喋ってましたから。今考えてるんですよ、ちょっといいとこ見せてやろうかなみたいな、私もありがとうございましたって言ったら、はい、このぐらいで、はいって言ったと、またお姉さんたちと喋ってたんで、まあでも理由はどうであれ助けてもらったんで、ああこういう人たちもいるんだなって、やっぱね、優しいなとは感じましたけどね。はい、記事には書けなかったこぼれ話をいろいろお話できたらなという動画を、連載が続く限り二次元コードを載せて、そこから飛べるようにこの動画にしていきますので、どうか皆さん楽しみに待っていてください。はい、で私あのオフィス戦火はっていうね事務所なんですけど、オフィス戦火の公式 YouTube チャンネルもございますので、そちらの方も合わせてご覧いただけたら嬉しいです。また次回お会いしましょう。さよなら。